お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、ロースハムがね手に入ったのでね、ちょっと豆板醤を使った辛いチャーハンを作りました。ネギとね卵だけのシンプルイズベストかのチャーハンでございます。本当はね昨日ねチャーハン焼いたかったんだけど、米を炊くのを忘れましてね、で今日チャーハンをやりました。でも普通のチャーハンでね面白くないから、ピリ辛なチャーハンでございます。前にもねこれ1回か2回あげてますのでね、今回の詳しい説明は割愛とさせていただきます。で右側にはこれは味噌汁でございます。白菜としめじでございます。本当はね中華スープしようと思ったんだけどね、うちの父がね味噌汁が飲みたいって言ったのでね、急遽味噌汁にしました。でお酒はですね、ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。はい。で、今日で、私は仕事始めでございます。結構ね疲れました。久しぶりに仕事するとね、結構ねもうひいこらひいこらですよ。多分ね、私だけじゃないとは思いますけどね、まあ徐々にね慣れていけばいいんじゃないかなって思っております。で、あとはですね、まあ仕事もね、まあ時々嫌な時もねありますけどね、で私も一応調理師免許の持ってますので、学校の時なんかはねなんか先生に言われたことがあってね、シェフっていうのはですね、一度厨房に立つとプロっていうね自覚を持たなきゃいけないぞって言われたんですけどね、なぜかね私プロの料理人じゃないですけどね、そのことはなぜか記憶に残ってるんですよね。はい、まあ料理人になってたらね、まあこういうことを覚えてたと思うんですけどね、まあ今となってはね、まあただのね、まあ、宝の持ち腐れになってしまったんですけどね、まあそれもね、まあ、教訓だと思ってねやっておりますけどね、まあ私のね詳しいね話はねさておきましてね、明日ですねプロ野球カード届くと思いますのでね、届き次第やっていきたいと思います。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。